島にやってまいりました。今日はサンデイズイン鹿児島という天文館から歩いて数分のところにあるかなり大きなホテルでございます。プライベートでちょっとお墓参りに来ましたって感じです。よいしょ。フリープランで泊まったホテルでございます。残り室ということで不本意ながら喫煙室になってしまったんですけども、そんなに匂わないです。そんなに匂わないですね、はい、喫煙シングルということで、あ、結構広いんじゃないかしら、ね、で結構綺麗ですし、喫煙室の割にはそんなに臭くはないです。はい、ここも結構なんか面白いものがあります。お、マッサージ機じゃないですか。はい、ですね、はい、あ、なんかドリンクのサービスがついてますね。場所はすごくいいところです。普通の広さじゃないでしょうか。はい、シャワートイレですね。まあ、普通ですね。はい、フリープランで行って帰って羽田から往復の飛行機代と一泊ついて、いくらだったかな、29,000円ぐらいだったような気がします。30,000円切ったぐらいで来れました。はい、ということで、まあ、あ、結構柔らかいかな。あ、結構柔らかい。いいと思いますね。はい、今日のホテルは、何でしたっけ？サンデイズイン鹿児島です。